皆さんこんこにちは琴文郡山の渡辺ですえある大司教が6月と大統領選直前の10月末にトランプ大統領に公開書簡を送っています。でその人の名はカルロ・マリア・ビガロ大司教イタリア生まれでバチカン四国行政長官や中米教皇大使を務めた人で過去にもバチカンの腐敗をたびたび告発されている方だそうです。この大司教が トランプ大統領に2通公開書簡を送っているんですがその内容が結構衝撃的で衝撃的だけれどもなんか今の状況があそういうことなんだなって納得できるようなものがあるので皆さんと共有したいと思います。まずあの今回は6月7日に出されたもの ドドナルドトランプニュースさんの役でお伝えします概要を申し上げますとこのカルロ・マリア・ビガーノ大司教が現在のコロナウイルスパンデミックとジョージ・フロイド暴動をめぐる危機というのは善と悪の勢力間の永遠の霊的な争いだとそういうような内容をトランプ大統領に警告として発しています。 そしてもう一つの書簡10月25日の書簡は追って別の動画で紹介する予定ですがこの大統領選直前に出されたこちらの書簡はかなり内容も衝撃的なものなんですけども今この混沌とした何が起こっているのか分からないようなそういう状況を理解する上でかなり役に立つ内容だなと思っています。なのでこちらもあの お期待してお待ちいただければと思いますそれではまずは9月7日の公開公開書簡を読みたいと思います2020年6月7日三民一体の主日大統領閣下へここ数ヶ月で我々は対立する2つの側が形成されるのを目の当たりにしてきました私は聖書に基づいてこう呼びます 光の子供たちと闇の子供たちと光の子供たちは人類の最も際立つ部分を構成していますが闇の子供たちは全くの少数派にあたりますそれなのに前者はある種の差別の対象でありそのため彼らの敵対者に対関しては道徳的に劣った立場に立たされています政府政治経済 またメディアで戦略的位置を維持することの多い敵対者です見たところ説明しがたい方法で善が悪によって利己心や恐怖心から彼らを助ける人たちによって人質に取られていますこうした2つの側は聖書的な性質を持っており女の子孫と蛇の子孫との間の明確な分離に従っています一方では 線の欠点と弱点を持ちながら、良いことを行い、正直であり、家族を養い、仕事に従事し、母国を豊かにし、貧しい人を助け、神の立法に従って天国に行くだけの評価を得たいという願望に動機付けられている人たちがいます。他方では、利己的な行動をとり、道徳的原則を持たず、家庭や国を破壊しようと考え、 自分たちが過度に裕福になるために労働者を搾取し内部分裂と争いを先導し権力と金銭を蓄積すする人たちがいますそうした人たちにとって一時的な幸せという誤った幻想はいつか悔い改めることがなければ永遠の天罰の中で神から離れ自分たちを待つ恐ろしい運命に屈することになるでしょう。 大統領閣下社会においてはこうした二つの対立する現実が永遠の敵同士として共存していますまるで神とサタンが永遠の敵同士であるかのようにそして闇の子供たちそれはあなたが懸命にも反対しここ最近あなたに激しく宣戦布告しているディープステイトだと容易に確認できますがその闇の子供たちは 今計画を明かすことで言ってみれば手の内を見せることに決めたようです。彼らはすでに全てを統制下に置いていると強く確信しているため今まで少なくとも本音を一部隠してきたその用心深さを捨て去ったのです。すでに進行中の捜査が医療の分野だけでなく政治、経済そしてメディアの分野でも びと緊急事態を装った人々の本当の責任を解明するでしょう。我々はおそらくこの壮大なソーシャルエンジニアリング活動の中で人類の運命を決定し市民と各国政府の代表者の意思に反する行動を取る権利を不当に自分たちのものにしようとした人々がいることを発見するでしょう。また我々は 最近の暴動がウイルスが必ず消えていきパンデミックの社会的警告は弱まっていると分かってやむを得ず国内の混乱を引き起こすしかなかった人たちによって引き起こされたのだと発見するでしょう。なぜならその後抑圧が起こり正当なものだとしても民衆に対する不正な攻撃だと非難される可能性があるためです。 同じことが全く同時にヨーロッパでも起こっています街頭抗議の利用が今度の大統領選挙でディープステートの目的を具体化する誰かが選ばれることを望む人々の目的にとって有益であることは全く明白ですこうした破壊と暴力の行為に隠れて自由のない世界を築くために社会秩序の崩壊から利益を得ることを願う人々がいることが 数ヶ月で再びわかるようになっても驚くには当たりませんフリーメイソンの格言で教えているように溶かして固めよというわけです当惑するかもしれませんが私が説明した対立勢力は宗教界にもありますキリスト教信者を気遣う忠実な羊飼いもいますが信者をバラバラにして羊を植えた狼に明け渡して むさぼらせようとする金目当ての遺憾者もいますこうした金目当ての人たちが闇の子供たちの仲間であり光の子供たちを憎むのも当然のことですディープステートがあるのと全く同様に義務に背き神の前で適切な約束を偽証するディープチャーチもありますこのように善の統治者が公共問題で戦う目に見えない敵は 聖職者の領域でも、禅の羊飼いに戦いを望まれています。5月8日に発表された私の嘆願でも、最近話したように、それは霊的な戦いなのです。米国で初めて、命に対する権利を勇敢に守り、世界中のキリスト教徒に対する迫害をためらわずに避難し、イエス・キリストについて、また、 信仰の自由に対する市民の権利について語る大統領が生まれましたあなたが命の行進に参加し最近では4月を全米児童虐待防止月間として宣言されたことはあなたがどちらの側に押して戦いたいと願っているかを裏付けていますまた私はあえて我々の両方が武器は違ってもこの戦いの同じ側についていると信じています この理由から私はあなたが聖ヨハネ・パウロに世国立制度を訪れた後で受けた非難は人種差別と戦い社会秩序をもたらすのではなく性質を悪化させようとし制御をもたらすのではなく暴力と犯罪を正当化しようとし真実のために尽くすのではなく一つの党派をエコヒーキしようとする画策されたメディアの物語の一部だと確信します。 また、その言葉によって、最近私が避難した人たちのように、反対側に寄していることを証明する司教がいることには当枠を覚えます。彼らは、ディープステートに、グローバリズムに、足並み揃えた考えに、新世界秩序に従属しています。彼らは、それをキリスト教徒とは全く関係のない、普遍的人類愛という名前で、 一層頻繁に訴えていますがそれは法廷から学校から家族からそしておそらく教会からも神を追放することで世界を支配したいと考える人たちのフリーメイソン的理想を喚起するものですアメリカ国民は成熟しており主流メディアは自分たちの主人の目的に有用な嘘を広め真実を広めたいのではなく 沈黙させてねじ曲げたいいのだととううことをもう理解していますしかし善人である大多数の人は停滞から目を覚まし公言できない目的を持つ少数の不正直な人たちに騙されることを受け入れないことが重要です。大統領閣下こうするための最も効果的な方法は祈りによってあなた合衆国そして 全人類が敵のこの膨大な攻撃から守られるよう主に願うことです。祈りの力の前に闇の子供たちの作望は崩壊し、彼らの計略は暴露され、彼らの裏切りは明かされ、彼らの恐ろしい力は無に帰し、白日のもとにさらされて、その正体、非道な策略が暴露されます。大統領閣下、 私の祈りは常ににするアメリカの国に向けられています私はこの国にベネディクト16世教皇から教皇特使として派遣される特権と名誉に扱りました全人類にとってのこの劇的で決定的な期間に私はあなたとまた合衆国政府であなたの側にいる全ての人のために祈っていますアメリカ国民が全能なる神に対する祈りにおいて きっと私とあなたと共に団結してくれると思います。全人類の目に見えない敵に対抗して団結し、あなたとファーストレディ、最愛のアメリカ、そして全ての善良な男女に祝福がありますように。カルロ・マリア・ビガーノ、ウルピアナ大司教アメリカ合衆国に対する元教皇特使。 以上、このような公開書簡が送られていました。それでは、また10月の26日の書簡についてはまたお送りします。それではまた。